佐藤澄香です。ウイルスに触れても感染しない体や、たとえ残念ながら感染したとしても重症化しないお体、それは免疫力が高いお体です。今からその免疫力を高める方法をお伝えします。例えばこんなことありませんか？もうしょっちゅう風邪をひいたり、もしくはひいて もうこれがなかなか治らない、また腰が痛かったり、お体が冷えたり、便秘や肥満、なかなか最近痩せにくい、そんなことはありませんか？もし心当たりがあるとしたら、それは免疫力が下がっている、そして強いストレスなどによることで自律神経のバランスを崩している、このことが原因なんです。なので免疫力を高めてあげること、そして自律神経のリラックスするできる副交感神経を高めてあげること、この2つが解決策です。それでは今から3つの動きをご説明します。はい、それでは1つ目の動きです。仰向けになっていきます。そして足幅は腰幅程度に開きます。この状態でまずリラックスの状態を作っていきましょう。はい、それでは2つ目の動きです。かかとを地面につけたまま、足先を大きく外に開きます。この状態から今度ゆっくり振り子のように内側に足を合わせていきます。そしてまた開いて閉じて、この動きを繰り返していきます。ではカウントします。開いた状態からスタートです。ポイントは大きくゆっくりです。ではいきます。1 2 3 4 5 6 7 8、もう1セットです。2 2 3 4 5 6 7 8。はい、今の足首をゆらゆらと振り子の運動をすることで、このまず背中や腰、足の付け根、股関節やこの逆三角形の骨、仙骨などに心地よい刺激が入ります。そのことでリラックス神経の副交感神経ですね、この神経に働きかけて、結果あなたの免疫力がアップします。はい、それでは動きの3つ目です。先ほどは振り子の動きを大きくゆっくりしましたね。それを今度はできるだけ小さく振り子の動きをしていきます。ではカウントします。1 2 3 4 5 6 7 8、続けましょう。2 2 3 4 5 6 7 8。はい、 OK です。はい、今お伝えしました1から3の動きを1セットとして、だいたい2から3セット、朝と夜1日2回あなたのペースでチャレンジしてみてくださいね。この動画を繰り返し見ていただき、繰り返し実践してくださいね。この動画が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。